結婚してください。はいさーい、皆さんお待たせしました。今日は待ちに待った100万人企画の日です。うわいいね、やっとだね。うん、この企画分からない人のために一度トレーラーを流します。 Okinawa It's the southern tropical island surrounded with the beautiful seas. A couple living on this island had an idea of a project. They want to have a positive impact on someone's life with their presence. They have 1 million yen prepared from the pocket for the project. They will invite the people who want to change their lives on a 3-day trip to Okinawa. 3日間で私たちが全部コーディネートします。髪型もメイクも服装も何もかも。 The Beauty Vacation Project is a trip that allows you to discover your own charms. And you will bring home the unwavering confidence after the trip. Let's set off on your beauty vacation. いや楽しみだね。ね、今日はどんな人たちが来るんだっけ。今回は、彼氏さんから彼女さんを変身させてほしいという要望で、普段お仕事で忙しくてあんまりこうおしゃれとかにね、はい、時間回せないから、ちょっと今回ピカピカに変身させてもらって、で今日プロポーズをしたいってことなんだよね。ね、一組目から結構分厚すぎない？そうなの。やばいね。楽しみでワクワクが止まんない私。ねえ、すげえ楽しみだわ。しかしいい彼氏さんだね。本当ね。なんか素敵。そういうのってええな。そういうので世の中溢れてほしい。本当ね。ね。ということで早速もうお二人、今からね合流するので、まあ初めましてなんだけど、ワクワクしながら行ってみたいと思います。行きます。ということで記念すべき一組目のカップルと会うのはこちら、ヘアメイクペチカ。沖縄ではすごく有名な美容室です。ビューティーバケーションに全面協力してくれるのはこちら、ジャグスタンググループ代表の前泊さん。僕たち夫婦がカメラマンとヘアメイクだった時代からお世話になっている、本当に尊敬するクリエイターの一人です。前泊さん、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。9年ぐらいかな、9年ぐらい前に多分出会って、いろいろ今何やってるんですかね。今は、まあ、もちろん美容室もやってるけど、そのクリエイターとかのエージェントしたりとか CM 制作したりとか。すごいっすよね。なんかあれもやってるんですよ、フェスのオーガナイザーとかもやってて。ということで今日はどういうイメージで。今日は、彼氏さんの方は、まあ、ちょっと都会的に、すごく爽やかに、で彼女さんの方もですね、今の状態より洗練されて、とっても可愛らしく素敵になると思うので、楽しみにしていただきます。じゃあ前泊さん、今日は一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。今から二人が入ってくるみたいで、あ、いた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 、あれじゃない、あれだ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 、絶対そうだ。なんかよくわかんないけどめちゃくちゃ緊張するんだけど。緊張するよ。あ、どうも、はじめまして。どうも、中本夫婦です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はエリカさんとケイスケさんですね。ケイスケさんはね、一度テレビ電話でね、ちょっと話してるんだけど、エリカさん今日初めてっていうことで、はじめまして、はるばるありがとうございます。よろしくお願いします。どう変わるか楽しみ。楽しみですね。じゃあ早速編集をちょっとやっていこうかな。はい、ということで早速大変身スタート。今回は大変身っていうことなんで、もう髪の毛バッサリいっちゃいます。でその間にちゃんまりがメイクをします。あ、いい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 、かわいい、楽しみ。もう全然違う。いい、似合いますね。久しぶりこの前髪。前髪だ。そっか。自分でもちょっと新鮮になりますよね。ケイスケさんとの馴れ初めとか聞いても大丈夫ですか。ジムで出会います。あ、ジムで。第一印象からちょっといいなとか思ってたんですか。第一印象はなんか不思議な子やなと。あ、不思議な子。不思議やなと思ったからちょっと気になるなっていう部分が。あ、普通の子やったら私興味なかったんで。あ、はい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 、はい。多分どっちもちょっと気になってたから、同じ時間にジムを行くみたいな。へえ、そうなんだ。で自動的になってて、 LINE とかも知らんから、はいはいはい、そこでしか会わん、けど「よ」とか言うわけでもなく、ちょっと喋るくらい。ああ、なるほど。絶妙な距離感でみたいな。最初向こうからご飯とか誘われたんですか。そのジムにいてるスタッフの人とみんなで行ってから。フィットネスジムで出会ったんですけど、そのスタッフの人経由で
仲良くなったりあなんか飲みの場でとかはいそうですバーベキュー初めはバーベキューだったんですあなんかいい青春な感じで最終2人でご飯食べてちょっと2人で行こうって言われた時ちょっと嬉しかったですねちょっといいですねあじゃあちょっとこのまま付き合うとかなったらいいなみたいなのはちょっと思ってたんですかそこまで最初は考えてなかった付き合って年下やしみたいな感じが強かった付き合うのはなんかもういいみたいな感じになってたんですけどその誰とももう付き合わんみたいな感じの雰囲気やってへえで結構押しましたあすごい頑張ったんだじゃ あじゃあ告白は圭介さんからそうです夜景の見えるところでで私そこでどこで断ろうかなってずっと考えてでその夜景に向かってる間に夜景行って告白したんですけどうわー素敵、うん、夜景行くまでにそんな雰囲気出されてたんで告白しに行きたったんですけど雰囲気作ってくれなかったんで雰囲気作ろうとしてるのに、はいはいはい、雰囲気を潰してくれ今日もそうならないといいけどねちょっと戸惑いますね今日になっちゃ困るんですよねなんかやっぱちょっと今日来るかもみたいには感じ取ったりはしてた途中でなんか喋らんくなるじゃないですかあ、はいはいはいいうところでそういう雰囲気がちょっと出されてどうしようみたいな一回付き合ってみようかなみたいな感じあそうなんですねそうなんだまあ、じゃあまあでも付き合ってよかったなっていう感じですねそうですね出会えてよかったあいいですねその一言あればいいですねめっちゃ汗かいてる汗かいてるじゃあ結構なんだかんだちょっとふわっと両思いみたいな感じで始まりはした感じなそうですそうなんだ一番そのふわっと片思い両思いみたいなって甘酸っぱくていいですね一番楽しかったです一番楽しい時期ですよねあの時ジムアドレスも何も知らずそこに行ったら会える、アドレス知らずにでも出会えるっていうのいいですねですなんとなくお互いが社会人になってそれってないじゃないですかないですねあんまり、なんかそんな知ってる人とかじゃないとはいはい全く知らない方とたまたま出会ってめっちゃ熱くなりました熱くなりましたこの後あれ控えてるじゃないですか緊張しますそうですね文章どうしたらいいかなと思ってめっちゃ緊張しますちゃんと書いてきた手紙一応いや LINE にしか入れてないですけどあはいはい LINE でこうやってね読むみたいな短い方がいいか長い方がいいかっていうのでめっちゃ迷います、はいはい、でもなんか気持ち伝わるとどっちでも良さそうだよねあまあ俺プロポーズしてないから、うん、してない俺が言うのもなんなんだけどプロポーズは昔からしてほしいらしくて適当は許せへんみたいなあまあでもそうだよねもちろん彼女さん知ってるんだっけ今日プロポーズされるいや知らない知らないよ、ね、知らないだから小声で喋れない楽しみだね成功することを祈ってるこの度中本夫婦よりコスメが発売されます実は半年くらい前から夫婦で試行錯誤しながら作っていて中身はちゃんまりが一から開発外側は僕がプロデュースするっていう感じで夫婦二人で作りました僕らはもう実物手元にあるんだけど悶絶するほど可愛くてみんなにぜひ手に取ってほしいですさらに今回全国販売となりますお近くの島村にて購入が可能ですただ数量に限りがあるので本当に欲しい方はなるべく早めに行ってみてください気になった商品の画面をスクショするのも忘れずに発売日は固定コメに書いておくのでぜひご覧くださいそれではビューティーバケーションの続きをお楽しみください今回エリカさんには都会的でスタイリッシュな女性をイメージしたメイクをしていこうかなと思ったんだけど実際お会いしたらね目元がクリッと可愛らしい雰囲気があるのと今回久しぶりに前髪も作るっていうことでその雰囲気を生かして大人可愛いメイクをしていきますお肌はとにかくツヤ感を重視で目元もあまり色をのせずにツヤで立体感を出していきます目の横幅ももともとしっかりあるのでアイラインはまつげの間を埋める程度にして控えめにその代わり普段より涙袋をはっきりとさせて目元の印象をより強くします普段のメイクとガラッと印象を変えてツヤツヤで多幸感あふれるシンプルだけどパッと華やかなメイクに仕上げていきますさあ仕上がりまでもう少しお楽しみにペチカのスタッフ一同と中本夫婦で考えた都会の洗練された爽やかな感じ出たんじゃないでしょうか可愛いちょっと待って可愛すぎないこれいやーポテンシャル眠ってたねエリカさんの方は表参道にいそうな都会の女性の洗練されたイメージで仕上げてもらいました伊藤さん、はい、めちゃくちゃ可愛いと思いますねありがとうございますやばいっすねよかったですなかなか
髪質がすごい柔らかくて、はい、綺麗なまっすぐだったので、うん、綺麗なラインが出る形のベースのボブを作らせていただいた上で、それだけだと重たく見えちゃうので表面に少しだけレイヤーを入れて扱いやすさと、あとは軽く動きが出るようなデザインで今回は切らせていただきました。あー、だそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ続いては服選び。今回協力していただいたのは kido.com。 普段お二人が絶対に自分では選ばない洋服を僕らがセレクトしていきます。 kido.com は沖縄の超老舗セレクトショップ。洗練された店内は最高の空間です。インポートからオーダーメイドまでハイセンスのアイテムが何でも揃います。ここはオーナーさんが超おしゃれでハイセンスで、中本夫婦も足しげく数年間通ってる名店です。ウェディングもやってますので固定コメに貼っておきます。よし、ということでまずケイスケさんの洋服選んでいこうか。はい、OK。 ガタイがいいからね。そうなんだよね。そう、すいません、何がいいか、このガタイだからね、ちょっとゆったりした服じゃないと入らないよね。ちなみにケイスケさん、自分が普段選ぶんだったらこの中でどういうものを選ぶ感じですか？普段選ぶんだったら大きい T シャツか、大きい T シャツしか着れないんで大きい T シャツが多いです。確かにこの体だとね。こういうことになっちゃいがちみたいな感じかな。自分で選ぶとこう大きくビッグサイズのT シャツみたいな、ね、体隠すぐらいでかいやつ着ます、いつも。あー、なるほどね。そういうことね。じゃあ今日はちょっとそうじゃない感じのやつで選んでいこうか、うん、ちょっと雰囲気変えて驚かせたいね。なかなかかっこいいじゃんこのジャケットもね。ガタいいから似合いそう、ね、俺さこれも似合うかなと思ったんだけど。あ、わかる、私もね、これだと爽やかでいいと思うよ、ね、おしゃれでいいよ。あ、サイズも合いそうだし、ちょっと着てみます、これ。いや、そんなにないと思う。そんなに大丈夫かな。あ、いいね、いいね。あ、いいんじゃない。あ、だいぶいいじゃん。サイズもちょうど、ね、サイズちょうどじゃん。はい、肩が合って一発目だけど、これの可能性あるぐらいだよ、これ。いいじゃん、いいじゃん。かわいいですね、これ。なんか、こんなんとかもかっこいいかなと思ったんだけど。あー、ちょっと大人なカジュアルな。いや、そんな、うん、着たことないです。着たことないです。すぎて。おしゃれな服装を、できるだけ避けてました。津田まさきさんとか着るような。はい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 、はい。これ若干素だけじゃない？そうだね、素だけだね。若干素だけ。体型は。いってらっしゃい。おお、かなりいいんじゃない？いいかも。なんかいいよ、爽やかで。うんうんうん、爽やか。似合ってるじゃん。ちょっと上も脱いでみてもらっていいですか？はいはいはい、はい。ああ、めちゃくちゃ爽やかでいいじゃん。いいかも。なんか ラフさもありつつ上品さもあるみたいな感じ。すごいラフです。ねえ、結構いいかも。ああ、いいな。あ、めちゃくちゃいいじゃん。いいね。めちゃくちゃいい。え、いいよ。どうすか？いや、すごく気に入りました。よかった。普段着ないような服なんで似合わないと思ったんですけど。めっちゃ似合ってる。絶対着ないって言ってたもんね、普段こういうの。大輔さんのセンスで。うん、はい、いい感じ、生まれ変わったね。じゃあ続きまして、エリカさんいきます。だね。はい、じゃあ選んでいきましょう。普段は結構こういうワンピースとか、こういうの。なんかワンピースが確か多いんだよね。そうです。ワンピースばっかり着てます。ちなみに今パッと見た感じでなんか自分これ気になるみたいなのあります？あ、そうだね、ゆっくり見ていってもらおうかな。うん、なんかあんまり選べないんですよ服。そうなんだ。結構ケイスケさんが選んでくれる。そうです。私あんまなんかこれがいいとかあんまなくて。ああ、なるほど。めちゃくちゃ素敵な彼氏やん。彼女の服選んでくれる彼氏ってマジでね、希少価値高い。あ、これめちゃくちゃ合うと思います。こういうのは結構ケイスケさんも好みなんですか？そうですね、こういう服あんま着たこと、着てるの見たことないんで、はいはいはい、僕がこう着たら似合うかなと思います。ああ、いいね。僕がこういう服着たら彼女彼女が、はい、そうだよね。僕が着たら多分やばいよこれ、筋肉で。こういうのも結構いいよね。はい、同じカジュアルな感じですけど、はいはい、すごい可愛いと思います。結構こうさらっとジャケット羽織るとかも可愛いなと思ったんで、ちょっと一旦これを着てもらっていきたいんですよね。これ中はへそ出しかな。そうだね、へそ出しです。へそって普段出します？絶対出したら捕まる。ジャケットこれは絶対似合うなと思って。ジャケットは絶対似合うよね。一回ジャケットだけでも羽織ってもらう。あ、やっぱ似合うね、めちゃくちゃ ね、いい感じ。あ、なんかだんだん東京の匂いが出てきたな。普段あんまこういうサマージャケットっぽいものは全然着ない。 T シャツとズボンとか
ワンピースとか一枚でパサッと。なるほど、はいはいはい、なるほどね。ちょっとこれジャケットを中心に考えていきたいな。そうだね、せっかくだから。確かに確かに。でちょっとショートパンツに挑戦で。ショートパンツ全然はかない、骨盤が広くて。ああなるほどね。そうだからなんかバランスが 変になるって。ああなるほど、はい、一緒に服買いに行っても、うん、そう見るだけ見て、うん、自分で似合わないって思い込んでるんです。着ないんですよ。あーなるほどね。着ないと分からんでって言ってるんですけど、うん、まあ、それで喧嘩したりしてまうんで。そうなんだ。僕は着ないと分からないタイプなんでバンバン着ていくんですけど、うん、エリカさんはもう見て似合わんと思ってすぐ置くんで。はいはい、はい、じゃあ行きます。オープン。全然似合ってるけど、ね、似合う。普段は絶対選ばない、こういう感じは絶対に選ばない。足も隠れてて、うん、はいはいはい、いいじゃない。だいぶいいよ。え、ちょっと大変身。大変身だよこれマジで。全然違う。全然違うよね。全然違う。やっぱりほらマジで かわいい。やば、すごくいいね。ねえ、改めてどう、おちゃんまり。いや、めっちゃ似合う。超かわいい。なんか普段こういうの着ないし足も出さないって言ってたけど、うん、どんどん足出した方がいいと思う。もったいないよ ね出さないと。作業着だけなんてもったいな い, いマジでもったいない。作業着とトレーニングウェアでしょ。もったいない、もったいない。どんな顔するかな、ゆうすけさんね。楽しみだね。付き合ってから足出すような格好するのって初めて。初めて。出したことが一回もなくて。あら、でもなんかこう気になるところだけ隠してさ、気にならないところは出していくっていうのでさ、一番バランス取れるじゃん。 そうだね。それが今日はすごくマッチしてる感じで、すごくいいと思います。自分的に今日の自分なんて言うんですか。100点だ。来た、100点最高。なんと機動のお洋服は全国どこからでも買えます。詳しくは固定コメント概要欄をチェック。プロポーズする前ってやっぱめっちゃ緊張するもの。そうですね、緊張してますね。そりゃそうだよ。あの見本ってないじゃないですか。あ、確かに確かに。確かに。入りと言葉がもう何が正解かちょっとわからなくて。プロポーズ人に見られるっていうの確かにないんで。下手したら100万人ぐらい見る可能性あるからね。うちの番組だったらね。もうすごい思い出になりそうです。そうだよね、一生残るからさ、綺麗な映像でさ、そのシーンが。ちょっと俺も責任重大だな。またマイクの入れ忘れとかしないようにしないとね。サイレントプロポーズになっちゃうからね。でもね、本当に美人になってるから多分びっくりすると思う。本当にあのプロポーズしたくてしょうがなくなるはず。すんぐらい可愛い。なんか元々持ってたポテンシャルがすごいからさ、あの目大きくて可愛いじゃん。目大きいですよね。ねワンピースで、ワンピースって喧嘩したんで昔。あ、そうなの？ワンピースばっか着てるって僕が言って、うんうんうん、もう着る服ないって言って、そこからもう全く着なくなって、うん、絶対着てほしくないっていう意味じゃなくて、うん、ワンピースばっかりじゃなくて違う服も着てほしいっていうニュアンスやったんですけど、そういうことね。緊張しますね。緊張するね。なんか俺までちょっと緊張してきたな。頑張ろうぜ。頑張ろう。で、エリカさん、ちょっと今から、はい、ここからちょっと見ずに行きたいので目隠しをお願いします。ちょっとメイク後で直せるんで大丈夫です。でヘッドホンもしてもらって、ちょっと松本さん頑張って。ちょっと一回練習していいですか。どうぞ。ベンツぶつけないでくださいよ。ベンツにはぶつけないです。ベンツぶつけたら私一生やばいですよ。働きます。ありがとう。今エリカさんは耳も目も塞がれた状態でございます。これから今から中に入っていきます。今回僕たちがプロポーズの場所に選んだのはセントレジェンダ沖縄。開放感抜群のフロントオーシャンのチャペルが魅力的です。沖縄で結婚式をご予定の方はぜひセントレジェンダ沖縄チェックしてみてください。きっと思い出に残る結婚式になるはずです。めっちゃ怖い。どこが歩いてるか分からない。私の手を信じて、なんか平らかどうかも分からへんみたいな感じ。はい、そうです。オッケー。めっちゃいい匂いする。いい匂いします。Thank you.
全然違う。全然違う。綺麗。すげえ。全然違う。めっちゃ染まってる。絶対選べへん、そうな服着て。全然違う。可愛い。可愛い。可愛い。全然違う。眩しくない？眩しくない。じゃあ、何？話したいことがあります。フィットネスジムで出会って、筋トレを共通点で仲良くなって付き合い始めて、今も筋トレして毎日楽しんでるけど、もしエリカさんと僕どっちかが筋トレやめて、まあ、筋トレ一緒に行くことなくなっても、また2人でできる違う趣味見つけて、おじいちゃんとおばあちゃんになっても仲良く笑顔のされない二人でいれたらいいなと思ってます。結婚してください。緊張して言葉も何言ったかあんま覚えてないらしいです。いやー、ということで100万人企画のビューティーバケーション一組目大成功だったんじゃないですかね。中本夫婦の始まりを少し話したいんだけど、僕たち夫婦ってもともと2人でスタジオをやっていて、でウェディングに携わったりとか、まあ、そういう人を幸せにするような仕事ってのはずっとやってたんだよね。でも創業当時って本当にお金がなくて、だから家も借りられなくて、ベニヤ板をこう区切っただけの1日800円ぐらいで泊まれるゲストハウスで生活とかしてたんだよね。まあそんな状態だから、もちろん広告打つお金もなくて、でもやっぱりお客さん呼ばなきゃいけないから、何かしなきゃ何かしなきゃで始めたのが YouTube だったんだよね。それがだいたい9年ぐらい前かな。毎日夫婦で喧嘩したりぶつかったりしながらも、コツコツと動画投稿続けてきて、お二人の姿を見てると、なんかそんな自分たちにダブるところがありました。たまに思うんだよね、僕たちってそんなに応援されるような人間なのかなって。ちゃんと見てるみんなの思いに応えられてるのかなって。それで思いついたのがこの100万人企画のビューティーバケーションだったんだよね。僕の撮影の能力とか、ちゃまりのメイクの能力でさ、なんかこう視聴者さん全員を幸せにしたいなって。今回3500組の応募の中から選ばれたお二人だったんだけど、応募したけど選ばれなかった人とか、そもそも応募する勇気が出なかった人とか、まあ、いろいろいると思うんだ。そういう人たちも含めて、何かこの動画で得るものがあればなって思ってます。またこれ以降も登録者の節目を迎えるたびにこういう企画やっていこうと思うので、ぜひチャンネル登録して今後も僕たちの応援をよろしくお願いします。次のビューティーバケーションで僕らと時間を共にして人生を変えるのはあなたかもしれません。